頼もう、帰りたいよ、頼もう、いいよ、頼もう、頼もう、聞いてくれよ。なんだろう、今回真面目な話なんだけど、はい、うん、というのもね、うん、今回、うん、何が必要かなと思ったんですけど、僕らにとって、はい、なんか自分への応援歌じゃないかなと思った。自分への応援歌じゃないかなと思った。俺らを応援してくれる曲が、うん、俺ら作ったらすっごい早いんじゃないかなと思って。あ、なるほどね。だから今から俺ら自分ら応援する曲を作りたいと思います。しかしここのスタジオ借りられてる時間がもう残り30分ないんですよ。そう30分ないんで、30分以内に1曲作りたいと思ってます。なるほど、はい、はー、果たして30分で1曲できるのかということでございますね。チャレンジも入ってる。はい、もちろん。あ、なるほど。なんで今回はケイタにはその歌詞を、うん、作詞を担当してもらおうと。はいはい、わ、はいはい、かりました。はい、それで、はい、まあ僕は曲を作るんで、はい、歌詞はもう本当に10分12、3分の納品していただかないと。一番ですよね。いや、基本一番でいいです、もちろん。あ、なるほどね。一番でいいです、はいはい、で、まあ A メロ、B メロ、サビかな。まあ逆、A メロ、B メロ、サビ、サビ、サビぐらいがいけたら嬉しいかな、一応ね、はいはいはい。田園よりはワインレッドの方かな。なんで玉置浩二さん。はい、そんなこと言ってる時間にもスタート、スタートしましたから。まあ、自分らへの応援ソングだからね、結構新しいよね。まったくね、別に今のところどのくらいの長さかも分かんないから、曲を系。いや、ラップではないです。いいよ、そこまでもうできてない、来ちゃっていい。あ、来ていいですか。さあ、ここで歌詞が来ましたよ、ちらっと。ちょっとどんな感じかな。お、切ない系かな。すごい、うん、サビがかけにってことかな。でやってなんか最後ちょろっと足す系のがあってもいいかなっていう、うん、
17分ね。はい、はい、曲できました。ありがとうございます。早っ。もうね、できました。早すぎません？曲はね、いつもそうなんですよ。だいたい1分あればできますんで、あとはテンションをどういう感じにするかだな。できました。よし、はい、完成です。完成。それでは完成披露試写会行きましょう。いいですね、いいですね。タイトル、上々、上々、上場か、上場にしようか。いやできるもんですね。いいのできたね。めっちゃいいやん。いや、これちょっと着メロにしてもらうか。皆さんには、はい、完成バージョンをちょっと、なるほど、見ていただこうと思っております。なるほど。楽しいだけでやってきたけど、なんだかちょっと違ってきて、笑ってはしゃぎやってきたけど、前にちょっと進めなくて、同じ地元で過ごした友は今でも夢を追う仲間になった。負けないよ、逃げないよ、まだまだ行くぜ、何も咲かない花。俺らは上に上に行くんだよ、羽などいらない夢の大空へ。まあ、歌詞通り、はい、俺らまだまだこんなところでくたばってませんので、応援よろしくお願いします。鉄行くぞ鉄。はい、トモさん。バイバイ。ありがとうございました。オッケー、ありがとう。実際はこれを俺が家でしっかり撮り直したのをもうそこにぶちはめるんだけど、お、実際こんなに。なんだかちょっと違ってきて、笑ってはしゃぎやってきたけど、前にちょっと進めなくて、同じ地元で過ごし
したと思うわ。今でも夢を仲間になった。負けないよ、これからだが逃げないよ、まだまだ行くぜ。何も咲かない花はどこにもないか。手を伸ばす光がすぐそこ、前に向かって進むんじゃない。 yeah, yeah, yeah. 俺らは上に上に行くんだよ、羽などいらない夢の大空へ。 Hey! めっちゃいいやん。いいでしょ。だから このこれからだからみたいなとこをケイタに言ってほしいんだよね。ああ、なるほど。サビに行くよ。いける？まあ低い声で、どこにもないから手を伸ばして、振り返す一歩ずつ前に向かって進むんじゃない。 yeah, yeah, yeah. 俺らは上に上に行くんだよ、羽などいらない夢の大空へ。イエーイ、完璧じゃないですか。いやできるもんですね。いいのできたね。